菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。どうもどうも。平成もあとわずかになってしまいましたけども、はい、皆さんにとって平成ってどんな時代だったでしょうね。うん、そうですよね。あの、私は結局平成の30年間、はい、結構全部ずっと平成で生きたもんで、はい、まあ昭和よりちょっと短いぐらいなんですけども、はい、あのやっぱり激動の時代でした、僕にとっては。あ、本当ですか。うん、最初の会社を辞めたのも平成になってからだし、うん、その中で違う会社に行ったのもまたそうだったし、あ、退職したのもそうだったから。なるほど。30年間あっという間でしたけど、ね、激動でしたね。激動の平成だったんですね、はい、菊池さんにとっては。はい、はい、皆さんこんにちは、佐々木千秋です。こんにちは。はい、私はですね、平成というのがもう意識をしたことがないんですよ。はい、あのというのが、物心ついた時にはもう平成というネオンになっておりましたので、はい、いいね。はい、あまり記憶はないんですが、まあ、あの今もう30年経ちましたが、いろんななんか面白い便利な道具とかが開発されていたりとかして、すごくこう漫画の世界、アニメの世界がちょっと短くなってきたなっていうような印象ですね、平成というと。残り少ない平成ですが、楽しんでいきたいと思います。はい、さて今回も始まりました、言霊アラカルト。この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなど、言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。それではまずは菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。ありがとうございます。あのやっぱりこういう番組を通してね、はい、あの少しでも筆跡とか、あるいは言葉、言霊っていうタイトルだけど、こういったものをやっぱり大切さを感じていただいてね、興味持っていただきたいなと思うし、はい、Facebook でも僕アップしてるので、あの私の会社のオーライアンという会社なんですが、はい、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてそんなこの番組、言霊アラカルト、番組アシスタントを務めさせていただいておりますのは女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在はドラマや映画、 CM を中心に活動しております。リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。言葉の魅力を、2人のトークをまさに言霊として皆さんにお伝えできるよう頑張ってまいりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは、言葉の魔法のコーナー。さあ、このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。はい、楽しみなんですが、はいはい、今回はですね、こんなシチュエーションからわかるその人の心の奥底に潜む思いについてご紹介をさせていただきます。はい、こんなシチュエーションです。言霊商事に勤める千秋さん、今回は初めてのプレゼンということで、日頃お世話になっている先輩の A さん、 B さん、 C さんのところへ、プレゼンの冒頭をどうすればいいか、どういう入り方にしたらいいのかということを聞きに行きました。なるほど。はい、その時の A さん、 B さん、 C さんからのアドバイスしてくれたオープニングトークです。はい、まずは A 先輩ですね。他の方がどうすればいいのかお分かりだとは思いますが、続いては B さんの場合、どうしたらいいのかまだお決めではないかもしれませんが、そして C さんが教えてくれたオープニングトークの例が、人それぞれ違うんですから。さあ、それぞれの先輩からプレゼンのオープニングトークのやり方を教えてもらった千秋さん、この A 子さん、 B 子さん、 C 子さんのそれぞれのアドバイスからも各々の性格の一端がわかるそうなんです。菊池さん、ご説明いただけますでしょうか。はい、これとても面白い話題だと思うんですが、はい、A さんね、 A 先輩はさ、はい、他の方がどうすればいいのかお分かりだと思いますがっていうのは、はい、これ自分だったら分かってるって前提が入ってるんだよね。はい、いわゆる何でもそうなんだけど、自分のやり方と価値観、これみんな同じだよね、みんな持ってるよねっていう考え方なんですよ。はい、なぜならば自分が持ってるから。うん、でもっと言うと、はい、他の人も自分もきっと同じこと考えてるよって、まあ、思ってるような前提があるとか。自分に当てはまるルールは他人にも当てはまると思っているとか、はい、あのまあはっきり言って自分勝手なところもあるんだけども、
例えば管理職であればね、はい、部下に期待することを明確に伝えるとかさ、うん、こういうもんだろうパッて言うとかさ、あるんだよね、はい、で起業家と言われてる方々7割はこのタイプの人と言われてるんです。あ、そうなんですね。自分の基準、自分中心。へー。だから文句言う時も、はい、なんでこんなの分かんないんだよ、俺はすぐ分かったぞとかって平気で言う人ですよね。私が出てくるんですね。そうそう、私が出るわけでもそれと同じだろうなとみんな思うから、もうすでに分かれと思いますけどとか言っちゃうわけだよ。でみんな分かってないかもしれない、でも中には分かってる人もいるっていう面白いあれだね。なるほど。で B さんの場合はさ、はい、まだお組になってないかもしれませんが、この人は結構自分で物事を決めるってあんまり得意じゃない人で、はい、自分のためのルールってあんまりない人なんでね。あ、そうなんですね。だからさ、はい、例えば何か判断するときにやっぱり自分のやり方とか考え方は持ってなくて、例えば上司だったらどういうのかなとか、 あるいは社長だったらこういうのかなとかっていうのを、はい、まあ順応しながらやっていこうと考えたらですね。だからどうしてもこういう、まあ、やんわりとした言い方をするんだけども、はい、まあなんていうのかな、あなた自身まだ確かでないかもしれませんけど、要は確かなものがもともとないから、はい、その状態をみんなもそうだよねっていう前提で話をしてしまう。だからもしも、はい、上の人がこうだろうって言ったらそうですよねって結構言っちゃうんだよね。言語しちゃうからね、自分がないからさ。あの組織の中の中間管理職で嫌われてる管理職がいる、こういう人多いですよ。なるほど。で C さん、はい、この人は人それぞれ違うんですからって言ってるわけじゃん、はい、この人ってさ自分のルール持ってるんですよ。あ、そうなんですか。持ってるの、持ってるの。でもね、他の人には他の人のルールがあるよねって考え方ですよ。だから自分のルール、最初の A さんみたいに自分のルールを押し付ける気はないの、はい、でも言語型だった B さんみたいに、はい、私分かりませんじゃないの、私はあるの、あるけどもそれを人に押し付ける気はないですよ。だからみんなそれぞれ違うんじゃないですか、いやそういう人もいるでしょきっとっていう感覚ですよね。いわゆる非常に寛容なんですよ、はい、物の見方に対して、うんね、だから、はい、それを人に押し付けるってことについては抵抗があるから自分でもしない、はい、確かにそうですね、人それぞれ違うんですからっていうのは、まあ、自分もあっての言葉ですもんね。でこういう考え方をする人というのは、はい、どちらかというとトレーナーさんとかカウンセラーさんとか、クライアント、あのコンサルタントの方々には適してると言われてるんですよ、はい、なぜかというと変なバイアスをかけずに黙っていうことを聞けるし、はい、聞けるけども相手の意見に迎合することはないわけですよ。なるほどね、そういうふうに考えるんですねってことが冷静に聞いてられる。A さんだったらさ、はい、あのさそれなんでそう思うわけ、違うじゃんそれとかって言っちゃいたくなるし、そうですね、2番目の人は、うん、あそうか大変だねと言って一緒になっていっちゃう、あ迎合してっちゃうんですよ。あ、一緒に泣いたり笑ったりしちゃうんだよね。うん、でも3番目の C さんの場合はそれはないんですよ、はい、自分のポリシー持ってるから。でもそれはそれ、これはこれ、あなたはこうだね、私はこうだね、ということでいくわけですよ。だから、はい、いや10人問えるでしょうとかさ、うん、人ってみんなそれぞれ違うし顔が違うようにみんな違うんですよっていうことを根本的に思ってる人です。あ、なるほど。みんなそれぞれ本当に違いますね。ね、本当に今菊池さんのお話伺って、あ、こんなに違うんだ、ポリシー C さんは持ってたんだということをそうそうそうすごく感じました。だから A さん B さん C さんのどういう言葉の癖があるかなって、はい、この人はって見ることによって、その人自身がどういう考え方の癖があるのかなってことも結局分かっちゃうんだよね。面白いですけど、自分にされたらちょっとドキドキしちゃいますね。ね、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと私はドキッとしちゃったところがあったんですけれども、はい、ここのですね菊池さんの説明もう一度聞き直したいという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、この番組放送終了後約1週間程度で YouTube にですね言霊アラカルト再編集映像配信版としてアップされますので、ぜひですねアルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索をしていただきまして、何回も何回もお耳だけじゃなくてしっかりとご覧もいただきながらチェックいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、なおですねこのコーナーでの菊池さんからのアドバイスなんですが、あくまで情報提供としてのものなので、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉のこの裏側にあるその人の意識を言葉から探って見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そうですね。
はい、そしてですね、これは他人ばかりではなくて自分自身を知ることにもつながっていくスキルなんですが、あくまでも参考にするものであって断言することではないこと、くれぐれもご注意ください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。次回も楽しみです。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さて、このコーナーは私佐々木千秋お気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はワムさんのラストクリスマスを選ばせていただきました。はい、まあ、12月ということでまだクリスマスにはちょっと早いんですが、もう街ではねよく耳にするっていう方もいらっしゃるんじゃないかなということで、まあ、お気に入りの曲ということで選ばせていただいたんですけれども、イギリスの音楽グループですね。菊池さんご存知ですか、ワム。すいません、あ、でもきっと全くわかりませんよ。きっと聞いたことはあると思います。そうだね、きっとね。はい、でこの曲なんですが、1984年私が生まれた年にリリースされたシングルということで、84年か。はい、もう12月にリリースされたんですが、私にとって初めてのクリスマスにはもうこの曲があったんだというふうになんとなく感じまして、はい、ちょっと失恋ソングとも言われているそうなんですね。はい、メロディーはちょっとポップですごく楽しい曲に聞こえるんですが、はい、まあ、クリスマスの時期の定番曲になってきていますね。はい、まあ、今年をちょっと振り返りたくなるようなそんなメロディーだったので選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。今まではですね、私佐々木千秋が菊池さんからご指示いただいた文字一文字を事前に書いて診断いただいておりましたが、まあ、5、6回もね続きますと、さすがにリスナーの皆さんもある程度佐々木千秋の性格特性みたいなものお分かりになったんじゃないかなということで、まあ、前回からですね、菊池さんにはどういった方が書かれた字っていうのは伏せまして、まさに字だけを見てですね、こんな字を書く人はこんな性格こんな特性があるよといった解説をお願いしております。そしてですね、リスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方はご住所とお名前をご自分にお手紙を出すように書いていただいて、03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回もこちらのとある方が書かれた、はいはい、龍、難しい、立つという字ですね、難しい方の立つという字を、はい、分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。はい、はい、じゃあこの字、龍という字ですね、はい、これを見た時にすぐ分かるのは、立つという字を書いて下に月という字書いてますよね、はい、右側ですけど、あ、左側ですけれども、はい、この月という字を書いているところの一番左上、左上、はい、よく見るとついてないんですよこの人は。あ、本当ですね。ね、だけどついてないけど、これ小さくしたらついてるように見えるかもしれない。うん、確かに。ね、はい、これをつけるか ついてるかついてないか結構微妙な線で書く方いらっしゃるんですよ。うん、でこういう方って、はい、人と争うのあんまり好きじゃない人。あ、そうなんですね。うん、あのね、できればあんまり顔出して争い事になるんだったら黙ってようかなとか、無駄なエネルギー使いたくないなとか、はい、要は争い事は基本的に避けたいなと思ってる人です。へー、そういうのがちょっと特性として出てくるんだよね。はい、でこれを広げ、ものすごい広げてる人は、はい、結構いろんな柔軟な発想をする人で、ピタッとつける人は、はい、結構決まり事を重視で考えたりする人だっていうのはやっぱり見方としてあるんですけどね。この人の場合は結構、はい、まあここですね、そうですね、ちょっと空いてる、うん、一番頭の上がね、あの月の部分の、はい、左上がちょっと空いてるかなという、空いてるかどうかなっていうぐらいなんで、そういう感じですね。あんまり忘れること好きじゃない人、あとは月っていうその第2画目のところの角がカクッとなってますよね、はい、結構そうですね、直角になってますね、うん、あと龍の字のここのところもやっぱり右上もやっぱりカクッとなってるよね、こういうところ。あ、そうですね、ちょっと5 の、うん、右側のところみたいなところですね。そうそうそう、うん、はい、これもやっぱりこれは教わった字なんですよ。この角はちゃんとカクッと書けよって教わってるんですよ、はい、
そうだよね。そうです。そうするとねこの部分って自分で崩しちゃいけないと思ってるから、はい、その通り書くわけですよ、はい、でこれは何を言ってるかというと普段の行動傾向を表すところなんだけども、はい、だって決まりがあるじゃないですか、ルールがあるじゃないですか、その通り動かないとまずいですよねっていう考え方が結構強いの。あ、そうなんですか、うん、だから結構ちゃんとやんないとみたいなことを好きな言葉として言ったりする人ですねで、なるほどでそれ以外にちゃんとという言葉を使いたがるもう一つのところは、はい、龍の字の作りの部分の3本線がありますよね、はい、下半分から下のところですね、この3本線がこの方は等間隔になってるんですよ、はい、同じ間隔で3つの線が書かれてる、はい、でこの間隔は偶然等間隔に書くってことはまず普通ありえないんですよ。そうです、ね、無意識の中で等間隔にしてるんですこの方は、うん、ということは等間隔に書くべきだよねって思って書いてるってことなんですよ、無意識の中でよ、うん、多分そんなこと意識してないと思うけど、はい、この考え方は普段の行動にも出ますよねってことなんですよ。あ、普段もですか、うん、ちゃんとやろうよ、いわゆるね自分のことは行動は責任持って自分の自己責任でコントロールしていこうよっていう考え方が強いんですよ。だから3本平気でパッパッパッと同じ感覚で書くわけですよ、はい、ね、とこの人は同じさっき言ったちゃんとちゃんとなんだけど、はい、こういう人が陥る罠があるんですよ。あ、罠なんですか。罠なんです。何かというと、はい、感情的に動いて発言したり泣いたり笑ったりする人いるでしょ、はい、でこの人は一回そういった感情を受けたものを一回翻訳して出すようなことを訓練してますから、はい、出さないんですね。そうするとね、そうやってすぐに泣いたり笑いたりする人を見た時に、はい、こいつ意図してバカじゃないかと思うことがあるんです、こういう人は。あー、なるほど。なぜならば自分はしないから、自分翻訳しちゃうから、うん、そう翻訳しちゃうから。なるほど。だけど逆に言うとこれを等間隔に書かない人は自分の感情を結構素直に出したりするので、へ、今の感情を色にしたら何色ですかとかさ、うん、今の感情どんな曲を思い浮かべますって言うと結構ポポポ言うわけだよ。でもこういう字を書いてる人は、はい、え、それってえ、ちょっと待ってくださいよって言って一回翻訳してから出すから、はい、まあ出せないんだね、ほとんどね。うーん、だからついつい自分の自己コントロール能力が高いと、はい、できない人は悪いと思っちゃうんだけど、いい悪いじゃないんですよね、これは単なる個性でしかないわけだよ。そうなんですよね、単なる個性なんだよ。うん、それをできないのはお前バカじゃないかとかっていうのは大きなお世話で、はい、あなた逆に彼らができることができないでしょってことになるわけですよ。うん、そうです ね、うん、その辺のことは自分を知るっていう上では字を書いて自分を知って、ああなるほどそういうとこあるかもしれない、うん、あこの人違うんだ、それで終わり、うん、だからどうのこうの関係がないということのね、一つのまあ客観的に見る一つのあれになるね、あの基準になるよね、はい、そうですよね、うん、はい、まあそういうところも分かりますね、はい、あとはヒュッとこう、うん、そこはちゃんと跳ねてる、跳ねてるんだけども、はい、もしもだよ、はい、これはこの聞いてる方も同じように聞いてほしいんだけど、龍という字の最後の、はい、跳ねのところね、はい、跳ねるところ、これをですね、まあ、この方は普通に書いてるんだけども、はい、もしも例えば千秋さん、はい、今後こんな夢がある、でもみんなの前で言ったら絶対笑われちゃうぐらい、はい、でもエネルギーはある、なんとかしたい、向かってる、それに向かってるんだけど、その子言ったらみんな笑うぐらい、はい、なんかすげえでかいこと、はい、非常識なことだったりするじゃない、はい、でも自分の中でメラメラ燃えてるって人の各自ってあるんですよ。これはその羽の部分をブワーッと大きく書くんだよね、はい、バランスを崩すぐらい大きく書くんです、ブワーッと書くんです。でこれを書いてる方というのは、はい、まず僕も今まで見た人の中でやっぱ100人に1人いるかいないかですね、はい、非常に少ないです。誰かいらっしゃいますか、そのいや松下幸之助さんが助という字をまさにうわっと書いたんですよ。へ、で他にもいらっしゃるんですが、やっぱり龍の字を書く人でやっぱ大きな人がいましたが、はい、そうなんですね、やっぱりね会社員で勤めてる人は、はい、もしかしたら収まらないかもしれない、会社には。あ、なるほど。今やってるところではとてもじゃないけどあなた無理だねと、もっと違うこと考えてるでしょうって言うといや分かりますみたいな感じで過去にもありましたが、枠で収まらないようなことを考えてる人がそういう字を書くんですよね。だからものすごいエネルギーを持ってる、それを自分でも分かってると、はい、その方向を見つけると、はい、そこに集中できるから、うん、この人はすごくいい人生につながる可能性があるよね。そうですね、そうじゃないとさブス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 さ、はい、不完全燃焼しながらさ、うん、やってくなっちゃうから、これも自分を知ることによって自分の人生に生かせるっていうことだと思うんだよね。そうですよね。ただそういうことしたくない人は無理にそんな字書かなくていいんですよ、はい、そうですそうです。もう野心にこうね燃えてる方とかね、ぜひ
やっていく、ものすごい膨大な夢を持ってるとかさそうです、ね、それがあったら多分自然に書いてると思います、そういう人は、うん、あ、そうですね、書いてると思います、きっともう字に出ちゃっている可能性が非常に高いですね。でも自分の中でいやそうなりたいんだと思うんだったら書けばいいんだよ、あ、そういう字に書くときに、いや俺はもうすごい夢でっかく持つんだよって、もうすでに持ってるんだと思って行った方がいいんだけども、すでに持ってる、はい、でそれは何かな、どこかなってことを探すぐらいの人生にしていくと見つかるよね。またね、違った自分が出てくるかもしれません。とても面白いと思います。面白いですね。はい、ね、皆さんいかがだったでしょうか。いろんな方とのこうコミュニケーションを図る上で、まずは己を知るというのも基本の一つだと思います。ただこの筆跡診断、あくまで筆跡からその人の特性を読み取っているだけなので、その特性がいいとか悪いとか、そういった判断を行うものではないこと。あらかじめご注意ください。ありません、はい。はい。繰り返しになってしまいますが、リスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前、ご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。はい。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アルカルト、いかがだったでしょうか。さあこの番組はですね、毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたでしょうか。いや毎回そう思うんですけどもだいぶもっともっと言いたいことたくさんだね、本当はね、はい、ついつい言ってるうちに時間になっちゃうってさまあこれは毎回同じですみません、でもできるだけ凝縮して言ってるつもりでいるんですよ。いやもう本当に分かりやすくご指示、はい、ご指導いただいていると思っていますのでありがとうございます、はい、ありがとうございます、はいはい、でこの番組へのご意見、ご質問、感想などお便りをお送りいただきますようお願いいたします。ただ送り先がですね、各番組とも先月から変わっておりますのでお伝えしておきますね。メールアドレスinfo@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。はい、それではですね、言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう、はい、皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。